と1週間と少し、ここでの勝ちは大きな一歩やと思ってます。サキさんから直接スリーカウント取りました。このまま勢いに乗って後楽園ホールしっかり防衛させてもらいますんで、私今までアクトレスガールズで健常メンバー誰にも負けたことがなくて、正直大将戦しようって言ってそのベルトかけようと思って言って、あ、やっぱやめとけばよかったなとか、やる意味あんのかなとか、ちょっと思ってた時もあったけど、そのベルトの価値が上がってたことがすごく嬉しく思います。改めて私は後楽園ホールでそのベルトを狙いに行きたいと思います。4月4日、今度はシングルで1対1でカラーズ代表サキからスリーカウント取って防衛したいと思います。楽しみにしてます。よろしくお願いします。シングルは私がきっちり防衛します。タッグのベルト、ダイさん、任せましたよ。シングルもタイトル戦あります。そしてタッグ、この AWG タッグのベルトもタイトル戦決まっておりますので、カラーズのマリ、清水ひかり、私はスパイスアップ尾崎舞香とリングで待ってますので、ぜひ 4.4 初防衛 V1 を刻むためによろしくお願いいたします。
4月4日アクトレスガールズが大きく動きます。皆さん見逃さないようにしっかりその目に焼き付けてください。では締めたいと思います。皆さん上がってきてください。アクトレスガールズなので最後は笑顔で締めたいと思います。いつもの通りアクトレスガールズで小指を高く突き上げてください。いきますよ。強く優しくあなたに一生懸命アクトレスガールズ。みんなにも4日の私の勝利が目に見えたんじゃないかと思います。サキさんが言ってた通り、今まで誰もサキさんからピンフォールを取った人がいないんですよ。現アクトレスガールズのメンバーで、その中で今日スリーカウントを取った、おそらくその前まではどうでしょう、半信半疑の人もたくさんいたと思うんですね。サキさんがスリーカウントを取られるっていうのが多分想像できない人もいっぱいいたと思うんですけど、今日実際に見ていただいて、なるほどと、4日に私がスリーカウントを取る姿が想像できるようになったんじゃないでしょうか。私も今日手応えを感じました。もうだいぶ経つんですけど、カラーズとビギニングが別々という感じがまだあまりしてなくて、まずその多分ベルト持ってるからっていうのもあると思います。でもそのアクトレスガールズとして一つという意識が結構自分の中にあったので、対抗戦っていうのもこう急に言われて、あそうなんだみたいな、ちょっと乗り切れないところはあったんですけども、でも一個思うのは、カラーズができた当初はすごく力の差もあって、その後コロナになったりとかしたんですけれども、今こうやって対抗戦としてみんなが楽しんでもらえるような試合になったということはものすごく嬉しいですね。前進じゃないかなと思います。それでもまだカラーズに追い抜かされるわけにはいきませんので、ビギニングとしてしっかり防衛したいという気持ちはあります。サキ選手とシングルとかあったのか。はい、ですね、サキさんが入った当初にこのベルトの初代王者を決めるトーナメントで、はい、まだ私が黒髪長かった頃ですね、にシングルで準決勝かな戦っております。それ以来です。3年ぶり2年ぶりか3年ぶりとかです。で、まあ3年前の私と思ってたら勝つぞと思ってたんですけど、多分今日でもうあの顔を見たら分かる通り思いっきりスイッチ入ってたので、まあでも私としてもただ勝つんじゃ面白くないと、サキさんが本気になった、本気のサキさんに勝ちたいので、4日がより楽しみになりました。みゆきに対して対照戦しようと申し込んで、本当に正直後悔してた時がないこともなくて、このカラーズのベルト取ってちょっと本当に満足っていうのもあれですけど、申し込んで正解だったのかなとか、あのアクトレスガールズのベルト今いるのかなとか、自分から言った割にちょっと悩んでる時期も正直にあって、でもあのベルトを作ろうとか
言い出したのはもともと私なんですよね。もともと私がアクトレスガールズこんな20人もいるんだったらベルトがいるんじゃないですかって提示して、この3年間全く見てこなかったですけど、今日スリーカウント取られて、ああこのベルトはこんなに価値が上がってるんだっていうのを実感しました。改めて後楽園ホールで私はアクトレスガールズのシングルベルトを全力で今まで培ってきたものを全て出して、今までのものを全て出して必ずアクトレスガールズのベルトを巻いて、私がアクトレスガールズをもっともっともっと面白い団体にしていきたいと思いますので、カラーズの大将として全力で頑張ります。